当たりが悪いのでこのようにピーラーなどで皮を全部剥いてくださいね。はい、綺麗な緑色が出てきましたね。はい、でちょっとこうして全部剥いたらこれを、はい、塩水につけるんですが、これお水1リットルに対してお塩大さじ1を溶かしてあります。はい、お茄子どうしてもこうやって浮いてくるので、なんかこう小皿、お皿か何かで落として、でこのまま20分ぐらいつけてください。あ、これで、そうですね、アクを抜きます。はい、それでトマトです。はい、で、トマトなんですが、今日はあの後でお茄子を刮くので、ちょっとこう細長いこういう形状の乱切りにしておいてください。はい、はい、続いて塩水に20分ほど置いておいたナスです。はい、ではこのお茄子をですね、これも水気拭いてありますので蒸していきますね。はい、でここ今フライパンにお水が張ってあるんですが、今日はもう蒸し器は使わずにフライパンで蒸していきますね。はい、でこうやって小皿、何か耐熱のものを置いて、でお茄子を置きます。もうこれも耐熱のものに置いて、これで火をつけますね。で火をつけて、でこのお水が沸騰してきたら蓋をして、で15分ぐらい蒸してください。はい、ではその間にバニラ液を作っていきましょう。はい、ではここに今練りごまが小さじ2杯入ってます。はい、でこの練りごま、一度にヨーグルトを入れてしまうとちょっと混ざりづらいので、まずは、大さじ1杯入れて、そして先にしっかり練りごまをちゃんと溶かしてください。はい、でこの溶かした